片町スクランブルナイト、今夜は私富由香子と今村京子がお送りしています。京子ちゃんお帰りなさい。ただいま帰りました。いい匂いがするでしょ、スタジオ。いい匂いがするし、あとすごいあったかいですここ。はい、ガラシャの素敵なお姉様方、うん、はい、ホットに熱くね、片町について語っていただきました。そして京子ちゃんは、片町スクランブルナイトからの熱いレポート、はい、届けてくれました。はい、にぎわってましたね。はい、あの片町の人気もすごくてですね、うんうん、なんかどん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 集まってくるような、はいはい、うん、はい、大人気ですね彼は。結構、はい、あの新年会のサラリーマンの方が多かったんですか。そうですね、会社帰りというか、うん、はい、はい、そういう方が、うん、ちょっとあのいい感じでっていうのは見かけました。はい、良、はい、い気分で二次会行くのかなみたいな、そんな感じです。へのアンケートにもね、はい、答えてくださった方ね、県外からね、はい、来られてるという方もいらっしゃいましたね。観光客の方に何を、うん、食べてほしいですかって聞いたんですけど、うん、あ、私金沢じゃないとか、うん、あと日本語じゃない言葉も結構聞こえて、外国の方も、うん、なんか集まってる感がありますよ、片町、うん、はい、今片町が暑いと暑すぎますよ、はい、肩で感じてきたわけですね、はい、なるほど。じゃあそんな片町への熱い思いをですね、はい、この後はお久しぶりの理事長をお迎えしまして聞いていきたいと思いますので、はい、書き初めなどもご披露いただきたいと思います。いいですね。はい、では引き続きどうぞお楽しみに。お楽しみに。